僕はですね、今猛烈に感動してるんですよ。なぜかといえば、コメントでピオキングさんのマリオワンダーが見たいから他の人のマリオワンダーは一切見ないようにしてましたっていうコメントがあったんですよ。しかもそれは一人じゃなかった。ありがとう。まあこんなうるさいやつは置いといてですね、さっさ始めていきましょうか。今日はパート5だね。続きやっていきます。この黙々鉱山に入るっていう感じなんだけど、今はね4号目のところに到達したっていう感じだね。ふう、なんだい、どうしたんだい、ポプリン。あ、どうしよう。はっ、やった、下の道が元通りになったんですね。実は山登りの途中で道が下がって身動きができなかったんです。確かにあのパックンの取り巻きがいたから下に降りれなかったっていう感じかな。ほら、山頂への道も塞がってるでしょ。ここも通れるようになればいいんですが、さすがに登るのは諦めた方がいいかな。まあしろっていうことですね。遠回しにしろって言いたいんでしょこのポプリンは。心の腐ったやつですね僕は。これはバッチチャレンジ、ふわっとジャンプレベル1。バッチチャレンジから行ってみようか。多分ここはこのバッチが必要になるっていう感じなんじゃない？ふわっとジャンプっていうぐらいだから何もないところでジャンプできるみたいな、いつもよりふわっと高くジャンプできるルイージみたいな役割。うおーすげえ、ルイージじゃん、なんかルイージーしてるみたい。さあ行ってみよう。うわ気持ちいい。あ、これいいね。これ壁ジャンプとかよりもこっちの方がいいかもしんない。壁ジャンプって言ってなんか壁から真上にジャンプするやつがあるじゃん。あれよりこっちの方がいいかな。うわどうしよう、結構悩ましい。じゃあここも、いや言って、いやなんか言ってって言ってちゃう言葉が。まさかマリオワンダーで花っていう言葉を使うと思いませんでしたよ。これ届くか、おギリギリ。この高いジャンプに頼りすぎたらなんかちょっと危ういところも出てくるよね。いやこれどうしよう、スピンで踏めるんかな。一旦試してみていい？あいつどうにか倒せないかな。あ、このスライディングを思い出していってあいつを倒す。さっきはよくやってくれたんだろうな、くじびる植物。パックンで滑っても倒せないの？絶対倒せると思うんだけどな。一旦花取ります、花取ります。あれ届くかな。一旦走っていこうか。走っていけば大丈夫か。いや気持ちいい、この超ジャンプ。この超ジャンプ一時つけていこうかな。ラスト、いい声だな。僕もそんないい声で実況していきたいですよ。この前ラーメン屋に行った時めちゃめちゃダンディーなおっさんがいて、声が相当良かったからその声になれないかなと思います。どんな声かって言ったら、おいお前何やってんのみたいなさ、めちゃめちゃかっこいい声してたんだよね。今の僕全然かっこよくなかった。やりましたね、今使ったバッチプレゼントしてもらいましたよ。バッチを付け替えてみますか。付け替える、これ結構便利そうだな。一時これでやってってみるわ。うわどこ行こう、右上に行ってみようか。倒して進め、モクモクコロシアムだって。さあ始まった、倒して進め。全ての敵を倒すとゲートが開く、早く倒すといいことがあるかも。みんなでワイワイチャレンジしても OK。 どんなのが出てくるんでしょうか。あれ、アイテム、どこに行けばいいんだろう。最初にこのアイテムを取らせてくれて、こっから開始っていう感じかな。ゾウさんでよかったかな、フラワーが良さそうじゃない。フラワーってさ遠距離攻撃できるじゃん。なるほど、こいつら全員倒していけっていう感じか。この雲、あ、これ足輪になるんだ、叩いたら。いやすげえ便利。しかもさ、このふわっとジャンプっていうバッジがあるから簡単に上に行けちゃうね。めちゃめちゃ便利。これヒップドロップしたら、ヒップドロップしても大丈夫。これは早い方なんかな。いや絶対抑えようと思うけど。残り19秒。あ違う、これは残り秒数じゃないのか、かかった秒数か。で右下に今3分の1って書いてたから、あやっぱりそうだよね、残り3分の2だからあと2回戦あるってことだね。このメリコンドルは一旦全部メリコマしておいて上からどんどん行っちゃえばいいんじゃない。いやこのふわっとジャンプマジで便利、これは早いんじゃないかな。あのジュゲムの雲を持ってはいけないよな。どんくらいで消えるんだろうね、あのジュゲムの雲って。5秒ぐらいで消えるんかな。いや全然楽勝と思ったら当たっちゃったよ。くっそ、これはファイヤー使った方がいいか。いや絶対ファイヤー使った方がいいで、ね、ちょっとファイヤー使う。ハンマーブロスはやっぱりどのマリオのゲームでも強いな。当たってもいいからどんどん咲いて、はっはっくっ、アイテム全部使っちまった。
下手くそなんだろうな。もう勢いで任せちゃうっていうね、なんかそういう悪い癖があります。ありがとう。これはなんか遅かったらこの10コインをもらえないっていう感じ。まあ今もゲットできた。これコメントでね、種ですよっていうコメントがめっちゃ多かったんだけど、どう見ても芋にしか見えないんだよな。いやでも楽しかったですよ、このモックモック殺し屋で。上2つ OK で、下のここ行ってみようか。伸ばせポールポールポール。ポールポールポールって言ったらさっきのやつかな。なんか叩いたらさ、ビヨンって伸びたやつあるじゃん。あ、やっぱそうだ、これだよね。あ、これ髪キックできるんじゃない。あ、できないのね。これ貫通するわ。ってことは登るみたいな、あー、こういう使い方か。はいはいはい、ありがとうございます。使い方を教えてくれないで、僕は自分でそうやって使い方を学んでいくスタイルなんですよ。何言ってんだろうね。じゃあこのフラワー取っておこうか。このフラワーは、いやー何もないか。このさ、フワットジャンプさっきは使いやすいって言ってたかもしんないけど、ちょっと使いにくい部分もあるね。なんかまだ慣れてない。めちゃめちゃ慣れたら相当いいバッチだと思うけどね。じゃあここも亀の甲羅を持って、左にあるの10コインゲット。ここはコインだけ。これはこれも伸びるのね。で上に行く。随分高いところまで来たね。うるせえ。なんかあの花に突っ込みたくなっちゃう。わざわざ。じゃあここで中間ポイント取りますからな。これは、あ、泡じゃん、久しぶり。この泡をどうやってうまく使っていくかなんだけどね。この泡さ、乗ることもできるんだよね。まあ前の動画、まあ今回の動画だったっけ、あ、前の動画か、前の動画で、ね、知ってる方は知ってると思うんですけどね。これ何回もしたら、おお、すげえすげえすげえ。うーん、1個も取れてない。ほぼ無意味。あ、ここで左に伸ばせばよかったのか。じゃあここで踏むで、倒すからの伸びる。うわ、これは結構簡単だね。待っておこうか、一瞬で左に行ったりしないよな。そしてジャンプ。いや、このふわっとジャンプがあるから余裕で戻れますと。でどんどん上に行って、これさ倒しちゃうから、こうしたら亀の甲上にありますよ。ここに10コインがあるんでねえの。絶対あると思います。さあここでどんどん上に登っていけば大丈夫だと。この亀の甲羅をさ持ってってはやっぱいけないよね。あ、上に投げれるよ、ほらほらほら。あ、なるほど、そういう使い方もできるのか。ありがとう、ナイスクライミング。僕は登っていくよ、どこまでも。 YouTube では下がっていく一方かもしれないですけどね。急に自虐的になってしまった。いや、ダメだよな、こういう自虐的な、うん、嫌いな人もいるかもしんない。常にプラス思考に持っていかなくちゃいけない。ワンダーフラワーが出てきた。ここはこの、あ、やっぱりそうなると思ってた。これはどんどん上に登っていけっちゅう感じ。あれ、もう終わり。うわ、楽しい。このワンダーフラワー取った時のワクワク感がマジでやばい。何が起きるんだろうな、何が起きるんだろうなっていう。次は上にどんどん登れますと。これを全員取るっていう感じか。いや、あ、これ掴まれるのね。あ、こんなこともできる。やべ、早く行かないと、あいつら逃げるとかそんなんしないかな。大丈夫、これで2枚目。3枚目は3枚目。で4枚目は右上、あの右上と左上に見えば見えたね。その左上のやつも取って芋をゲットっていう感じでしょ。いや、面白かったこれ。またやりたいね。このさ、登るだけじゃなくって、なんていうのかな、このマリオがこれ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 を使ったコースとかあったら面白そうだよね。なんかそれで激ムズみたいな、まあ、結果激ムズを求めてしまうんだろうな僕って。さあここは、いや、降りていいのかな。まあそんな鬼畜なことはしないと思う。降りて何もないみたいな。これでも全部集まったんじゃない。いや、これ一個一個出していこう。危ない危ない。でここでゴールします。いや、このコースめっちゃ面白かったね。こんなポールを使うコース斬新でマジで楽しかったわ。なんか出てきた。左はちょっと一息、雲の中のポールブロック。ポールブロックって言うんだね、この名前。これをどんどん登ってって上のフラワー取れっていう感じでしょ。まあそんなに難しくないんじゃない。このポールブロックがやっぱり下がるの早いよな。だから早く上に登っていけっていう感じだと思うんだけど、よしよしよし。これさ、一旦上まで行ってそっから下に降りながら取る方が良かったかもしれないね。で芋は、芋は下に出てくる。いや、芋って言っちゃうな、ごめん。もう芋でいいよ。
いや、種なんだろうけど、シードってね、種っていう意味らしいんですよ。僕それ知んなくてさ、ずっとね、芋芋芋って言ってるから、もうそれ慣れちゃって申し訳ない。さあ次は右に行こうかな。今どんだけ終わった？今日はこの辺で終わり。一旦右見ておこうか。うわー、これ絶対面白い。ここして終わるわ。今日はここで終わりたいと思います。レッツチャレンジジャンピング。いや、難しさ星4だよ。絶対難しいって。しかもふわふわジャンプじゃん。ワンダーフラワー速攻を取って左の土管入れるんかな。いや、試しておけばよかった。入れません。やべえ、時間がねえ。あ、なるほどね。あれや、全然余裕じゃん。リズムに乗りながらどんどん右に進めと、そういう感じだと思いますよ。なんかちょっと速くなってる気がしなくもしなくもしないけど、これ取れるか。うっか、やべやべやべ、か、はい、はい、右に行って、か、このちょっとふわふわしてるのがちょっと難しいよな。右にダッシュして行っちゃっていいか。い、右にダッシュ、急に遅くなるとかそんなことはないよな。ブロックが出ませんみたいな。あ、上からだよ。いや、悔しい。全部やっぱ取れないよな、ワンダーシードが。何やってんの。このコースは過去一面白いかもしんない。いや、いいね、こういうブロックがリズムよく出てくるのって。このマジでふわふわしてるから、ちょっと早めに着地できないのが難しいんだよな。だがそこがいい。確かさっきはこの辺でやられた。このまま右にダッシュしていっちゃっていいのかい。あ、いや、上等じゃねえか。何度だってやり直しをしてやるぜ。最後はジャンプをしろっていうことかい。ジャンプをしないと向こうの陸地側に行けないと、そういうことかい。この辺でジャンプだ。いや、全然余裕じゃんか。よっしゃ。どんどん上手くなってきたろ。ありがとう。いや、本当にこれは好きかもしれない、このコース。さあ、これでワンダーシードも10個も全部集めました。で、上に行けるようになったか。いや、もうどんどんやりたいのが出てきちゃう。これもやっていいかな。達人バッチチャレンジバネル1。バネと言ったら私ピオキングですよ。バネバッチってなんだろうな。うわ、すげえ楽しみ。跳ね続けるようになる。いつもより高くジャンプできる。うそ。え、なにこれ。可愛いんだけど、めちゃめちゃ操作しにくいって、これ。え、このでかいジャン、あ、これ B ボタンを押したら高く飛べることもできる。もう常に音符を踏んでるっていう感じだね。いや、これいる？このバッチいらんくない？絶対に。めっちゃ操作しにくいと思うんだよな。まあまあまあ、でもステージとしては全然簡単。で、このまま右にどんどん進んだったらまずいね。これ一旦止まる。冷静冷静。もう終わりなんじゃない？オッケーオッケー。いや、これは多分ね、いらないバッチだと思うよ。めちゃめちゃ操作しにくいもんな。やりましたね。今使ったバッチをプレゼントしてもらいましたよ。バッチを付け替えてみますか。いや、これは絶対にいらないわ。付け替えない。で、右に進んで、これ行く。ちょっと行ってみようか。コースなのか、それとも新しいワールドに行くのか気になるよね。多分新しいワールドに移動するっていう感じなんじゃない？この星のカービィのパクリみたいなフラワー好きだな。スターロードみたいな形してるね。うわ、絶対楽しい。ここスペシャルワールド。え、スペシャルワールドとか来ちゃっていいの？おう、見てください。ここは一体どこなのでしょうね。ただなんだかすごくスペシャルな感じがします。グランドシードの気配はしませんが、試しに進んでみますか。これさ、隠しエリアなんじゃない？うわ、やばいやばいやばい。ここは絶対、うわ、最後に取っておくわ。これごめん、パートいくつになるかわかんないけど、ごめんね。マジで最後取らせて。これは最後全部あそこを攻略していくっていう動画出すから。ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思ったんだけど、これ倒してなかったわ。ここまでやっていくね。終わる終わる終わるって全然終わんねえな。さあ、これは難しさどんなんだったっけ。星2か。アップダウンモコモコリフト、ここまでやらないとちょっと気持ち悪くない？さあ、アップダウンモコモコリフトが始まったんですけどね。これはヒップドロップしたら何か変わる？お、変わんじゃん。アップはしないので、またなんか復活するみたいな気配は出てきてるよな。
あーなるほどなるほど、これ踏んだら下がって何もしなかったら上がるっていう感じか。それを駆使しながら進む、下がってる上がってる下がってるこれ邪魔なんでしょきっと。このブロックが邪魔だからどんどん上にやれやれないのね。下にやって10コインだけ取って先進むわ。いやほんと面白い。なんかねマジでね、何回も言ってしまうけど、なんか今までのマリオやってる感覚が全然ないんだよね。これ左なんかあった？あ、どうしよう、亀の甲羅ちゃんいないかな。さっきこの辺にいたような。量産されてる、この量産されてる、この亀の甲羅であのブロック叩こうか。もうすごい気になる。これこれは付け猫のことはできないから一旦投げておいて。もう下手くそだよ、ちゃんと投げろ。お前もどこにめちゃめちゃテンポ悪くなってる。ちょっとカットするわ。まあカットしないけど、ここで投げる、早めに投げるよ。はい苦労した結果あれまあいいや、まあそれも落ちどころとしてね面白い。いやちょっとやめろってお前は。いやこれはちょっと踏める、それだけ確認しておこうか。 Z で踏めないので、ね、やべえチビになった。アイテム、アイテムをくれ、僕にアイテムを。これ右どうやっていくんだろう。てかさっきの鉄球どっから出てきた。あいつ無機物じゃないよな、絶対なんか有機物だよ。なんかいらないもの入ってると思う。あぶねえ、これはっはっ。みんなあえてこのバネバネつけてきたね自ら難しくしていくスタイルこれ絶対いらないと思うんだよな。もうすげえ邪魔にしか飛んだよ面白いこれで、あ、でも高くジャンプできるから上に行けます。いやこれささっき見逃してたな、こっちなんかあるんじゃない。このバネバネつけてきてよかったな。ほらほらほら、これ絶対10コインあるやつだ。バレバレのバッチつけてきてよかったと思いますよ。上になんかあるね。あ、カウントダウンじゃん。これ叩いたらどうなる。3、2からの1。いや、ゾウさんは欲しい。いやまあまあまあありがたいね、ゾウさんは。で、これで下行っちゃっていいのか。10コインは取れなかったか。まあいいや、このゾウさん手に入れたからゾウさんでも跳ねるだ。いや、このゾウさんいいや、これ跳ね返せる。ファイヤーとかだったら、いやもうこいつさ、もういい加減しろってこのバネながらだったらマジで難しいんだって。いや、このまんまね、もうちゃちゃ進んじゃいますよ。あ、中間ポイントあったね、これで割れても平気。中間ポイントの先はやっぱりアイテムだと思いました。ここでヒップドロップしてこの土管絶対入れると思ったけど違うか。ここで水が出てきたってことはなんか水必要になるんじゃない。これに一旦撒いてみようか。特に何もならない。下すげえ怪しいけど下行ってみようか。下行って、いや下行けねえ行けねえ行けねえこれ帰れんのかもう二度としないこのバネバネのバネバネのミとか言ってた、バネバネのなんていうのバッチだけでこのコースを全クリするっていうのちょっと見てみたい気持ちもあるよね。ある意味縛りプレイだよなこれ。どんどん上に行きます、行きます。いやこれ絶対上なんかあると思ってこのクリボーが邪魔してんだよな。早めに踏んじゃおうか。で上に行けば、お、ワンダーがある。このバネバネしながらクリアできるかな。とりあえずルートだけは確保した。左上で、あ、これバネないよえ、これ当たっていいの。あ、当たっていいんだ。これめちゃめちゃ強いじゃん。でもタイム制限がある。もう早めに行っちゃわなきゃいけない。これは左に行って、あーなるほどね、これはここに寄っておけばいいんじゃない。そして右にやると。で、あのコインをせっかくだから回収しておこうか。この隙間君にぴったり。どういう意味いや、そのまんまの意味なんだけど、なんか嫌な意味にしか聞こえないんだよな、あの花が言ったら。これは上下することによって伸び縮みはできないんだね。じゃあもう先行っちゃおうか。で、芋取ります。いや面白かったなこれも。で、右に行けるようになるの。あ、行けるようになるね。いやこれマジでいらねえ本当にいらねえことしまったな。ヒップドロップ、これめんどくせえ、なんかもヒップドロップしなきゃいけないのね。うん、お前も落ちれ落ちれ落ちれ、よしよし行こうじゃねえか一緒に。くそ、そのまま落ちればよかったのにさあ、あの10コインは取っておこうか。あの10コイン取ります。いやこれいけるかな、これバレバレしながらいけるかな。よしよし、いやどっか取り逃してる。どこ、この上か。
うわー、わかんねえなー。ちょっと一旦戻ってみていい？みんな戻ってきてしまったね。どこにあるかわかんないから、まあ一旦このままゴールしちゃって2枚目を探すとするか。もしかしたらこの先に2枚目があるとか。あー、やっぱないよな。まあいいや、一旦2枚目探してきます。え、もうなんか出てきたんだけど。なんか敵を左側にやれっていうことかな。なんか今ここの辺ちょっと光ってたんだよな。いや、それはわかんねえ。ちょっと光り方も弱かったもんな。おーい、村人、倒してやったぞ。進めるようにしてやったぞ。わあ、ありがとうございます。山頂への道も直してくれたんですね。山がどんどん元に戻っていて嬉しさ満開です。もう少し休んだら私も山頂目指します。じゃあ一旦この先見ておこうか。まあこれでね、今日動画終わるんだけど、これで7合目、多分次のワールドっていうかステージで最後だろうね。でもカメック出てきたよ。ボスかな、もしかして。え、何するんだろう。ワクワクと胸胸とドキドキが止まんないんだけど。おはははは、来た来た来た。これよ、これ乗りたいよ。乗させてくれと。うわー、やりてー、やりてーけど、ここで今日は降りたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。